ベアルネーズソースベアルネーズソースは、スマッシュバターとエストラゴン、エシャロット、卵黄、セルフィーユと酢をとろびで煮詰めて作られるソースであり、フランス料理の伝統的なステーキソースである。名称は、ベアルン風のソースの意。フェルナンポワンは、次女、我がガストロノミーの中で、ベアルネーズソースは単に卵黄、エシャロット、少量のエストラゴンの酢と、バターでできている。 しかし完璧に作るためには長年の修練を要する。と書いている。ソースの起源はおそらく、ジャガイモのスーフレの発明者コリネによって、パリからほど近いサンジェルマンアンデイのレストラン、ルッパビヨーニアンリ4世が1836年に開店した時に作られたのが最初である。このレストランが食通でベアルーン生まれのアンリ4世にちなんで名付けられたということが証拠となっている。 ベアルネーズソースは卵黄とバターを乳化させたものである。オランデーズソースとの違いは調味料だけである。ベアルネーズソースにはスとエストラゴンを煮詰めたものを使うが、オランデーズソースにはレモン汁が使われる。ベアルネーズソースのように乳化現象を利用した調理には周到な下準備が要求される。主な失敗例は熱を通しすぎることによる卵黄の凝固と、 スマッましバターを加えることを急ぐことによる入荷の失敗である。ありがとうございます。